こんばんは、橋本です。今日は山口県の高校野球のお話をしていきます。というか、山口県代表のチームが甲子園でやらかすことが多いというお話です。本当にたくさんのやらかしがあるので、今回は4つに絞ってきました。では1つずつ、行きましょう。松坂大輔を擁して横浜高校が優勝した1998年の夏の甲子園。この大会では横浜高校を含め、多くの名勝負が行われてきたが、山口県史上最大のやらかしも起きている。これは結構有名な話である。それは宇部商業高校、藤田投手の、さよならボークだ。まず、ボークとは何かというところから始まるが、いろいろ話すと長いので簡単に紹介すると、投手が一連の動作の中で投球をしなかった時に、審判が試合を止めて、走者を一つ先の塁に進ませるというルールである。野球好きでも完璧には理解している人は少ないルールなのだが、それもそのはず。暴行を犯す投手というのは、ほとんどいないからだ。暴行の瞬間を見れたら、結構な強運の持ち主だ。しかし、それを甲子園の舞台で、しかも延長15回裏という緊張した場面で起こしてしまったのだから、結構な有名話になってしまった。宇部商といえば、甲子園常連校であり、あの清原桑田の PL 学園と、甲子園の決勝で対戦したこともある名門校である。この年、エースだった藤田秀平投手はまだ2年生。宇部商が勝つときは左の南東派とよく言われるが、その理想通りの投手であった。そして2回戦で、後にプロ野球、横浜ベイスターズで22本の本塁打を放つ古木克明のいる、東愛知代表の豊田大谷高校と対戦する。試合はローゲームで進み、9回裏の時点で2対1。宇部商がリードしていた。しかし、この回に豊田大谷が機動力で宇部商の守備をかき乱し、1点を挙げ同点に追いつく。その後の延長戦ではゼロが続き、迎えた15回裏。藤田投手はヒットと味方のエラーでピンチを広げると、空いた1塁を埋める形で敬遠。満塁となったところで7番の持田選手を迎えた。カウントは2ストライク1ボール。上本達之捕手のサインにうなずき、この日の211球目を投げようとセットポジションに入ろうとした藤田投手に、上本捕手からさらなるサインが送られる。それに動揺したのか、もう一度サインを見ようとしたのか、理由はわからないが。そこで動作を止めてしまった藤田投手に、球審からボークが告げられる。その結果、豊田大谷の三塁ランナーに一つ進塁権が与えられ、ホームインとなり。これがサヨナラの得点となってしまった。試合後にはボークを宣告した球審に対して、酷ではないか、注意ではいけなかったのかと。高校生の夏をボークで終わらせたことへの批判が相次いだが、当時、野球評論家の原辰徳がテレビ番組で実演しながら丁寧に解説し、これはボークですと発したことから、そのような批判も収まったという。上本捕手がさらなるサインを送ったことについては、延長戦も長くなり、全国強豪校の豊田大谷にはある程度戦術が読まれてきていた。そうしてサインも複雑になり、一度サインを出しても変えたりといったことをしないとやられると思ったと、後に弁明がなされている。打たれて負けたという、勝負に敗れた感がなく、また勝った豊田大谷も勝った気がしないという感じは、あの大人気野球漫画メジャーの、海道高校対青州学院高校戦を思い出すのではないだろうか。そういえば、その際も結果として重野五郎が投球時に倒れたことにより勝敗が確定したため、記録上は同じサヨナラボークである。作者はこの宇部商の試合から、何かインスピレーションを得たのかもしれない。次に紹介するのは、下関商業高校である。古くは春の甲子園優勝も果たしており、近年もまた甲子園に出場することもある古豪として知られている。そんな下小がやらかしてしまったのは、2008年春の選抜甲子園でのこと。大阪の強豪、履正社高校との対戦で、そのやらかしは起きてしまった。まずは2対0で迎えた9回表の攻撃で、3番西村拓郎選手のホームランで1点差に迫ると、4番、岡田亮太選手も大きな当たりを放つが、これは惜しくもセンターフライとなってしまう。しかし、ここまでかと思われたところで、5番、島田拓選手の完璧なホームランで同点に追いつくことに成功する。ムード的に、下小有利の展開になると思われた。しかし、やはりやらかしの件である。延長10回裏にサヨナラのピンチを迎えてしまうと、2アウトで2塁。だが、1打サヨナラの場面で、履正社の打者が平凡なフライを打ち上げてしまう。センターがキャッチして下小の攻撃へと移るかと思われたが、ここでセンターの竹之内隆弘選手がまさかの落球。そして走者が生還し、サヨナラ決着という結末に終わった。こうしてまた一つ、山口やらかし伝説を作り上げてしまったわけだが、実はこちらばかりが有名になってしまっていて。
2015年にも甲子園でサイド下昇のセンターがフライを落としてしまったことについてはあまり触れられていない。その理由はおそらく、エラーとして記録されていないからだ。なぜエラーとして記録されていないかというと、センターが落球した際に走者が1、2塁といたのだが、1塁走者がフライを捕球したものだと思い2塁へ走り出しておらず、センターからの送球で封殺されてしまい、アウトに取られたためである。そしてこの2015年の試合では、センター落球のやらかしはあったものの、勝利を収めていることから、このやらかしが2008年春のインパクトを超えてこなかったのだと思われる。やらかしは、負けに直結してこそ、その知名度を高めるのであろう。ここからは少しマニア向けではあるが、次は岩国高校である。岩国高校もまた県内では強豪校であり、2003年夏には甲子園でベスト8に進出するなど、全国的な活躍も見せている学校である。そんな岩国高校がやらかしてしまったのは、2007年の夏。初戦で福島代表の聖光学院との対戦となったが、11対7で敗れている。スコアだけ見ると善戦したようにも思えるが、実はこの試合ではショートの上田健介選手がエラーを連発。5つのエラーを重ね、さらには記録としてはエラーにはならなかったものの、アウトにできる打球のミスが続いた。いくら運動量の多いポジションであるショートだと言っても、これは非常に残念である。最終的なスコアや、やらかしの衝撃度にはやや欠けるが、甲子園でミスを連発する内野手が出てくるたびに、未だにネット上では岩国のショートと呼ばれてしまう風潮がある。とはいえ、岩国高校は元来、バントや小技、守備、走塁を徹底しているチームであり、お正月を除いた年間364日ほど練習しているとも言われている。その理由は、新学校が強豪に勝つためだと、川口正夫監督が語っている。岩国高校は県内でも有数の新学校である。そんな新学校が野球強豪校と張り合うためには、通常は強豪校に劣る練習の量を、効率化などといって工夫して追いつこうとしているように見える。しかし岩国高校は、新学校だからといって練習量が減るという考えを、そもそも持っていない。練習の効率化で上手くなれるのなら、その効率で強豪校と同じだけ練習をして、強豪校の2倍にも3倍にもなるつもりでやる。そのくらいで、やっと全国に出れるんだ、そして全国で勝てるんだという考えを、監督のみならず、選手全員が持っている。ただ、そうは言っても強豪校の体の大きな選手にはパワーでかなわないこともある。そうして岩国のバントや小技で1点を大切にし、守り勝つ野球が、全国の舞台でも発揮されている。しかしながら忘れてはならないのは、そのような意識を徹底したチームでも、やはりやらかしの県から甲子園へ乗り込むチームだということである。この県から甲子園を目指す球児たちには、こんな不名誉なイメージを吹き飛ばしてほしいものだ。最後に紹介するのは徳山高校である。甲子園出場は夏に一度だけだが、その一度の夏で、今までのやらかしの比にならないほどのやらかしをしてしまっている。1987年、優勝したのは大阪代表の PL 学園であり、現在中日ドラゴンズの監督を務める立浪和義や、YouTuber として活躍し、コロナ感染を身をもって解説してくれた片岡篤史。また一つ下にはこれまた最強 YouTuber の宮本慎也のいる最強軍団であった。2日目に登場した徳山は、強打の東海大山形相手に0点で抑える堂々の試合を進めていく。徳山は先ほどの岩国同様に新学校であるが、そんな新学校が甲子園に出ることができた要因は2つあった。1つは運の強さである。県予選の6試合のうち、5試合が1点差勝利、残りの1試合も2点差という勝ち上がり方であり。この2年前に甲子園の決勝で PL 学園と対戦した宇部商にも準々決勝で当たっているが、そこではサヨナラ勝ちを決めている。相当ノリに乗っている状態で甲子園にやってきていたので、強豪相手にもひるむことはなかった。そしてもう一つの要因は、エースのぬくしな投手の球筋が、非常に良かったということである。抜群のスライダーを自慢の速球と混ぜ、そして何よりも制球力が光っていた。そんなぬくしな投手には、打撃力のある東海大山形もローゲームを強いられた。そんな中で、徳山は4番の鶴本選手のソロホームランで先制すると、ぬくしな投手は今までで1番と言える投球を披露する。そうして9回表、3塁に走者はいるが2アウトまで追い込んだ。次の打者もボンゴロに打ち取ると、その打球をぬくしな投手が掴む。このまま1塁に送球して、初出場徳山の歴史的勝利かと思われたが、その送球が1塁周囲を通過していってしまった。まさかの暴投である。2塁走者が生還し、これで1対1の同点となる。と、ここではまだ同点だったのだが、本人もまさかの事態でチーム全体が冷静になれず、次の打者には甘くはいったボールをセンター前に運ばれてしまい、一瞬で逆転を許してしまった。と、
マニアの間でもここまでしか語られていないことが多いのだが、実はこの裏に一打同点のチャンスを作るところまでも行っている。やはり強運のチーム。ワンアウト三塁で、ホームランを打った4番の鶴本選手という場面にまではこぎつけている。が、最後に運は味方しなかった。鶴本選手が打ち上げた打球はライトフライ。これが犠牲フライとなれば同点になるが、少々浅かった。しかし三塁の藤本選手はスタート。結果としては、かなり余裕のあるアウトを食らって、ゲームセットとなっている。この走塁の方がむしろ、実はやらかしなのかもしれない。と、思わせてくれるほどに、この年の徳山はすることなすことすべてが神が勝っているチームであった。いかがだっただろうか。本当にやらかしの多い件で、他にも取り上げたいチームもあったが、それはまたの機会にして。そして、ここではやらかしだけを取り上げたが、その分、逆転ゲームやジャイアントキリングがあるのもこの県の特徴である。県民性とは真反対の、ドキドキハラハラさせてくれる球児たちを、これからも見守っていきたいと思う。というわけでチャンネル登録するかどうかはお任せしますが、もう一本橋本の動画をご視聴いただけると大変嬉しいです。